さすがです。先ほどの続きをちょっと溜めてるシーンとかね、ちょっと撮りたいなとふと思って、皆さんも気になるのかな。出来上がったがスープがこんな感じですね。今ちょっとねビーフはこう焼いてるところですね。こんな感じで、ね、ビーフを焼いてるところで、あれ音楽がないな。でお餅もねトロトロって感じですね。美味しそうですよねお餅。ちょっといただいてみます。うん、美味しいですね。これビーフですね。先ほど入れたビーフちょっと味見してみます。うん、幸せですね。いただきます。スープの味、うん、まあ、食べてる時には文句なしに幸せですね。まあ、人参、もうチキンの皮です。うん、おいしおいし。まあやっぱこう何かやってないとやっぱ寂しいですよね。まあ自分も YouTube やったりとか、あの旅行したりとか、まあ旅行彼は全部ファーストクラスとかって言ってましたね。ファーストクラスで行ったとかなんとかって言って、まあ全部お金で。お金で何でもできるみたいな感じで。あ、名前調べるの忘れたな。ちょっと名前って調べてみましょう。彼の話面白かったですよ。名前誰だった、履歴言ってばいいのか。まあいろんな人がいますね。この人ですね。ちょっと待ってください。僕のねこの1個前の動画が1個前2つぐらい前か2つ前の動画がものすごい再生されたりとかして、どうしたのかなと思ったら、テスラさんっていうねなんか有名な投資家の方が引用してくれたらしくて、なんかこういっぱい再生がありました。朝からスマホがパリ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 言うから、なんか壊れたこう リタイアを考えてる人には本当この人の話なんかちょこっとだけ見たんですけど、結構なんかリタイアについてちょっと考えさせられましたね。なんかそんな話をしつつ、昔のそのなんかリクエストになったんで11億円持って地獄に落ちたっていう、なんかあれですね。セガっていうなんかゲーム会社に勤めた人らしいですけど、2つ前の動画がものすごい再生されたりとかして、どうしたのかなと思ったら、テスラさんというねなんか有名な投資家、名前はまた次の機会にしましょう。あ、なんか音楽が軽快になってくるとなんかね、いい感じしますね。リズムが。まあお肉もねいい色に焼けてきましたね。こんな感じでちょっとお肉も、よいしょ。あ、ちなみにこれ100均で買ってきたあのソース入れいいっすね。こっちにはあの何だったっけ、マルカイじゃないですか。まあマルカイっていうところもあるんですけど、
止めらんときゃな。あれどうするしてんの、名前なんだっけ、名前忘れたの。すいませんね、ちょっと食べたら思い出すかもしれない。思い出した思い出した、ダイソーですね。ダイソーで買ってきます。こちらだよ、1ドル50セント均一かなんかですね、100均じゃなくてね。いただきます。まあ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 美味しいですね。まあだからね、あのリタイアの仕方もいろいろあるなとかって思いますよね。どういうような形でリタイアをすればいいのかとか、やっぱり考えながら、なんか勉強になりますね。なんか いろんな人たちのやり方とか考え方とか、まあ自分今現在ね、夢はこうこじつけて。ラジオ体操をね、こうまずはアメリカに広めて、まあ次カナダあったりで、次にこうあのヨーロッパとかね、新たな夢ができたりしてるんですけど、まあ情報がね、やっぱり確かにこうね、ググれば いくらでも出てくるんですけど、ね、身近にこうずっと遊んでくれる人がいたら楽しいと思いますよね。まあまあ、だからっていうわけでもないんですけど、こうやっぱり勉強しないといけないっていうことなんでしょうかね、全てのことは。まあ、あの昔勉強っていうと、ね、机に向かってこう何かをやるのが勉強だっていうような形で、まあ、多くの人たちはそういうふうに定義されてるんじゃないかと思うんですけど、まあ、自分の思う勉強っていうのはやっぱ自分自身を好きになることが勉強かなとかって思いますね。だから全てが勉強かなって。まあ美味しく食べるお肉の切り方でもそうですしね。まあね、寂しさとか孤独感とかをどういう風にしてこう少しでも改善していくかっていうか、楽しくなるように、まあ究極は幸せになることをこう学ぶのが勉強かなとかって思うんですけど、その自分を好きになること、簡単に言うと自分を好きになることが勉強かなとかって思ったりしてますね。だから今度またフェイスブックのこととかもちょっと勉強したり、ツイッターとかインスタグラムとか、なんかブログとかなんかね、あまり聞き慣れない、私にとっては若い人たちはそうでもないと思うんですけど、まあ中年にとってはね、あまり聞きならない言葉で、中身もちょっと分かってなくて、なかなかとっつきづらいですよね。ストレスがやっぱりこう先に来るんで、そのストレスの回避の方法とかね、ちょっと考えっていうか、まあ勉強しないといけないなって、学ばないといけないな。でそうすると自分のことがやっぱり好きになりますよね。なんか分かると好きになるっていうかね、ビーフですね。
だから前はだから残ってるご飯とかを再利用するとかって、再利用っていうか冷蔵庫で保管してスープなんかや今日のあんまりなかったような気がしますよな。まあいろんなねやり方、どんなしたらちょっとでもセーブできるかなとか、どんなしたら美味しく食べれるかなっていうよりも経済的にね、どういうふうにしたらこううまくいくかなとか考えたりしますね。あと YouTube の収益化のこともやっぱ勉強しないといけないなとかって思って、まあまずはやっぱりね、いい YouTube を作ればたくさんの人がね喜んでくれる YouTube を作れるようになったら収益化っていうのがあって、でそしたらまだね経済的な面もちょっと楽にまたいろんな他のことをもうこう学んでいけるのかなとか、いろんなことを、まあ、頭の中がねごちゃ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 してるって感じなんですけど、まあそれはそれなりにっていう形ですね。まあね、いろいろまあそういうようなこともまた楽しく変えていければいいかなとかって思いますけど、右から左にはいかないですよね。まあ少しずつ少しずつスモールステップの法則でやっていければなんとかなるのかなとかって考えたりしてる今日この頃ですね。すいませんね、なんかちょっとねちょっと休んでたんで目がまだしょぼしょぼしてるような感じですねということで Thank you for watching です。まあ食事は最高にやっぱ美味しいですね。さすがです。 Thank you for watching です。